量子加速器、なるか産業ビッグバン。なお、この音声は水田孝明本人のものではありません。本日のタイトルは、もちろん ILC、国際リニアコライダー関連なのですが、なんと日経新聞の記事の見出しです。DC 加速器、なるか産業ビッグバン、国内建設に賛否。宇宙が始まった直後の状態を再現できるとも言われる世界で唯一の研究施設が日本に誕生するかどうか、大詰めの時期を迎えている。巨大加速器、国際リニアコライダー ILC だ。約5000億円とされる巨額の建設費が問題視され、建設には賛否両論がある。日本の製造業が技術を結集する先端研究施設は果たして日の目を見るのか。攻略部で珍しく日経が ILC の技術的側面に焦点を当てています。ILC は超伝導技術で電子と陽電子を高速に近い速度まで加速し衝突させます。日経は ILC について半端ない施設と表現していますが、実際に半端ありません。短距離の加速器ならともかく、ILC は20キロの直線型加速器で磁石を一気に冷やし、超伝導状態にしなければなりません。超伝導化を実現するのが IHI のインバータですが、日経はこれを実現できるのは IHI の技術だけだと珍しく正しく日本の技術を評価しています。さらに ILC の心臓部である超伝導加速空洞は三菱重工業、粒子に電波を当てて加速させるマイクロ波発生真空管は東芝、素粒子の検出器は浜松フォトニクス。ILC は過去の投資により蓄積された日本企業、日本の技術者の技術なしでは実現しません。日経も書いていますが、ILC の候補者が日本、北上になった理由の一つは、加速器関連の企業が存続していることなのです。大企業のみならず、日本には ILC 建設を支える中小企業がまだ残っています。日本政府が ILC 誘致を断念した場合、加速器関連企業の多くは危機に陥り、培った技術も失われてしまうでしょう。技術とは需要なしでは存続し得ないのです。逆に ILC 建設を決断すると、大企業から中小企業まで一斉に技術開発と設備投資に動き、もともとは不可能だった20キロの超伝導型加速器が実現することになります。その過程で様々な技術が花開き、ILC 以外の分野においても使用され、人類の文明の豊かさに貢献することになるのです。記事の中で、三菱重工機械システムの千入勝也次長が、キー技術の革新は既存事業にもプラス効果をもたらす、と語っていますが、その通りです。それにしても、日経の記事の最後に、国内の科学者からは、ILC で本当にノーベル賞が取れるほどの研究成果を得られるのか、と、建設を疑問視する声が上がっている。国の財政負担に対する懸念も強い。しかし、国内産業にとっては、イノベーションを生み出す貴重な機会であるのも事実だ。賛否両論を抱えながら、日本政府が決断を下すべき時期が近づいている。とあるのは驚きです。以前、日経の ILC 反対論への反論において、日経新聞の ILC に対する論調を批判しましたが、分かっている記者もいるわけです。日本の国内産業のためにも、政府は ILC 誘致を決断しなければなりません。